あんなところに鳥居が。あれも浄化するぞ。 天狗か? あいつを使えばビルの上に行けそうだな。 びっくりした。案外うまくいくもんだ。妖怪も使いようだな。 で、また霧が消えた。ああ、助けを求める霊の声が聞こえてくる。助けてやろうぜ。 浄化していれば道は開くはずだ。それに霊になった者も救える。つまり、あいつに嫌がらせができるってことだ。いいことだらけだな。うん、びっくりした。死んでも落ちるのは怖えんだよ。ごめん。
近くに何かあるな。何か？いわゆるパワースポットってやつだ。 予定と違うじゃないか。 停止して神社の様子を伺え、敵の居場所や霧の発生源も特定できるはずだ。マジか。行け。
強い力を感じる。ここに何かあるな。霊視で神社をくまなく調べろ。取り残された霊の居場所もわかる。霊が連れて行かれるぞ。助けなきゃ。渋谷なのに錆びれてるな。ばあちゃんは大事にして。ばあちゃん。いた。カラカサ小僧だ。チャンスが来るまであまり近づくなよ。気づかれたら逃げられる。気づかれたか。もう一度、さっきの場所で待ってみようぜ。いた。カラカサ小僧だ。チャンスが来るまであまり近づくなよ。気づかれたら逃げられる。もう一度、さっきの場所で待ってみようぜ。エーテルが足りないぞ。エーテル結晶体で補給するんだ。小僧だ。チャンスが来るまであまり近づくなよ。気づかれたら逃げられる。今だ。しゃがんで近づけ。
お兄ちゃん、あの楽器。